ネイキッドマシンカンがお送りするメタルに乾杯。カンちゃんのメタルで乾杯の時間がやってまいりました。どうも。さあ今日はですね、ネイキッドマシンでお話をしようと思います。なぜかと言いますと、6月の15日の土曜日に目黒の6名館でなんと単独ライブがございます。イエーイ。ということで私たち4人で今日はお話をしていこうと思います。それではメンバー紹介、まずは、はい、ギターの源太郎です。はい、ベースの圭介です。はい、はい、ドラムの本間です。はい、こんばんは。ということでですね、今日はまず、単独ライブに対しての皆さんの意気込みを聞きたいと思います。リーダーの源さん、源太郎さん、はい、単独ライブこのメンバーになって初ですね。うん、初、まあ名古屋で一度やりましたけど、うん、ホームの6名館レーベル所属アーティストとしては6名館での初のワンマンになります。で今回は新曲のお披露目もあり、皆さんお見逃しなく、お見逃しなく。ケンスケさん、どうも。初の6名館のワンマンということで、あのかなり気合い入ってます。みんな頑張ってますよ。遊び来ないと損すると思うんで。そうです、みんな遊びしてください、はい、お誘い合わせの上、はい、よろしくよろしくお願いします。はい、ハマちゃん、はい、みんな同じようなことばっかり言ってるけど ね、 ね、でも本当は今回ね、初ワンマンってことで、うん、いろんな企画をね立ててみんなで考えて、うん、プレミアムチケットっていうのを作ってね、はい、限定20名様に、はい、スペシャルライブ、本ちゃんの前に、うん、ミニライブを、うん、もやって、みんなで写真撮ったりとか、うん、あとそのさっき源ちゃんが言った新曲ね、うん、もう音源を作って、うん、先着20名様のそのプレミアムチケットのお客さんには配っちゃおうっていう、はい、ラフミックス、素晴らしい、そうそう、うん、すごい企画を ね、誰が考えたんですかこれ誰でしょう誰が言い出した、本間さん。いや、これは音源配るっつったのは圭介君だっけ。そうですね。あ、そうか、ね、うん、ね、少しでもね、やってみたら大変なことになってたけど、圭さんの発案だ。今そうそう、大変なことになってますけどね。そう、うん、大変、本当今昨日ね、やっとカンちゃんが歌取り終わって、揃ったんですね。そうだね、あとは本間さん、本間 P の我らの名 P、本間 P が全てをね、まとめ上げて、音をまとめて、まあ、頑張りましょう。本間 P すごいですよ、耳悪いのにいい音に仕上げてくれそう。すごいよ ね、 ね、曲のアレンジもすごい、ね、すごいし ね、 ね、本当にね。でもともとね、源ちゃんが作った曲のアイデアなんですけれども、うんうん、最初にバーって来た時にこれね、遅いよ、もっと早くしようって俺言ったんだよね。そうそうで、相当早くなりましたね。ね、いざドラム撮ろうと思ったら本当にびっくりした。心臓止まるかと思った。そうだって本間さん、そんな早くこのテンポに変えるって言っといて、うん、その時に EZO とアンセムとラドネスのこういう過去にこういう音源で、まあ、今までさ、僕のその歴史の中でね、はい、それにフラットバッカー、EZO、うん、ラドネス、アンセムってさ、やっぱりそういう音楽ばっかりやってきたのよ、うん、でそれ考えたらさ、うん、全然大したことねえやっていう思ってたの俺はこう今までこれくらいの叩いてるぜみたいな感じで、ね、貼り付けてきた。10ぐらい遅いんだよ。10bpm もっと早いのやってたんだよ。そうだよ ね、 ね、 そうね。じゃあもっと早いのも今度作れるといい ね、 ね私早いの好きだよ。年考えてなかったね。いやでもベース取るのも大変でしたよ。もう圭介さんの手つっちゃうね。本当に。いやでもこれを今度はライブで、しかも ね、 そ、 ね、そのスペシャルミニライブの他に もちろん本編 の、 やるよ、チケット買ってくれたお客さんにもやっぱり聴かせなきゃいけない。すごいいい曲なんです、これが、ね、多分来ないと ね、 ね、しばらく聴けないから ね、 そうね、うん、6月の15日来ないとね、これまた歌がいい感じになったね。そうなんですよ、もう、ね、
前回のモノクロの3曲よりももういい曲作れないって私思ってたんですけど、うん、またいい曲ができちゃって、自画自賛でございますが、やばいよね。ということでそれを書けるかなと思いきや書けません。今回はですね違う曲をまだできてないからね。書けようと思います。はい、まあネキットマシンの曲をですね、じゃあここで1曲聴いてもらおうと思いますが、タイトルコールケイスケさんお願いします。それではグローリーデイズを聴いてください。どうぞ。ということで聴いていただきました。どうですか、元気が出そうな曲です ね。はい、前回のワニティの方に入っていたのですけれども、結構これはもうおなじみのライブ中に盛り上がる曲ですね。そうです ね。最近はライブの後半にやる曲になってきましたね。もうみんな歌ってくれるし ね。そうね。さあ、と6月15日のお話に戻るのですけれども、なんとですねプレミアムチケットは瞬殺で売り切れたということでですね、あの20名だったんですけれどもね、嬉しかったですねこれ ね。嬉しいですね、ほんとね。でもね、外れちゃった人もいて ね、しょんぼりなのですが、まあまあ今後はちょっとそのプレミアムの枠を広げていけるように頑張りますので ね、そうしましょう。皆さん、今後もよろしくお願いします。よろしくお願いします。みんなが応援をしてくれると我らもどんどんたくさんのワンマンとかもできるんでね、みんなと一緒にね、きっと大きくなっていきたいと思います。はい、そうです、そうです、よろしくお願いします。はい、さあ6月のライブが終わりましたらその後もライブがありますね。7月は2本ございますが、15日のにあのワイルドサイド東京でね、ありますね。そうですね、はい、あとそして7月の27ロフトか、新宿ロフト2 days の1日目、ロフトね、あれもまたすごいイベントになりますね。いろんなバンドいっぱい出てる、真夏のライブ大変なんですけども、お客様も大変だと思うのでね、お客様も一緒に年を取っているので、夏もねきっとなんか毎年頑張ってますよね。そういえばそうだね、富士もありますし、だ今後はもうあれだね、一月に1本以上はライブがあるんだね。そう、年末までね。12月もまだ12月発表してませんけれども、12月のスペシャルのライブを用意しておりますのでね、そうです、ご期待ください。はい、皆さんお時間を分けといてください。いや、何日って言わなきゃいけないんで、まあ、お時間を分けといていただけると嬉しいです。さあ今日はね、キットマシンのみんなでお話ししましたが、どうですか、楽しかったですか、けんちゃん。はい、楽しかったです。はい、楽しかった楽しかった、子供みたいな言い方ですね。はい、はい、キスケさん楽しかったです。あっという間だね、この10分なんてね、本当にまた呼んでください。呼ぶよ、いつでも呼ぶよ。はい、本間さん。はい、もうぜひ東京のライブにね、ちょっと遠いかもしれないけど、なかなか僕らも今回なんか今年ツアーあんまりないんだね。そうなの、今年ツアーないの、だからできれば東京の方にも足を運んで、そうですね、見に来てくれると嬉しいな。いいですね、嬉しいな、ね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでね、今日はネイキッドマシンでお送りいたしました。ぜひ6月皆さん遊びに来てくださいということで、今日もメタルに乾杯でした。ありがとう、ランさんに返します。ネイキッドマシンの缶がお送りするメタルに乾杯。